い、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。夏島です。それでは今回もウィーレ2020やっていこうと思います。今回は木曜日ということで、毎度恒例の FP を聞いていこうと思います。今回 FP 来たのはこれですね。この3回のガチャがめちゃめちゃ熱いということで、ロナウド、バラン、サラ、この上の3人だけ見てもらってもわかると思うんですけど、めちゃめちゃ強いですよね。ロナウド、サラがいる時点で私はこの2人をちょっと当てていかなきゃいけないんですけど、まあロナウドちょっと見ていきましょう。総合値97、レベルが17まで上がると、オフェンセンス95、ボールコントロール93、ドリブル91。いいですね、ドリブルが上がってますね。2上がってる。まあでも今までのFP? うん、FP ロナウドとか、クラブセレクションロナウドとか、結構何人か出てますけど、そのロナウドとあんまり変わんない感じはありますね。でも頻度が4、やっぱ強いよね。グランドパス88、決定力が93と、スピッシュン90、90、めちゃめちゃ速いですね。素晴らしい。あとはキック力は高いし、ジャンプはもうピカイチですね。とりあえずロナウドに出しとけば、相当なことがない限り、ボットボールを取れるという感じで、フィジカル88、ボディコントロール89、スタミナ86、スキル、シザーズ1段減った、ミドルシュートも回転シュート、ロナウドのミドルはエグいですからね、アクロバティックシュート、ワンタッチシュート、PK キッカー、キャプテンシー。キャプテンシー持ってるから、いいね、いいね、ありがとうございます。ロナウド来てほしいな、コーン7。187cm ということで、ロナウドが今回来てくれました。まあね、なんといってもあのユベントスの試合でハットトリック決めてますから、いやーめちゃめちゃかっこよかったあのロナウド。だからまあ来るかなとはみんな言ってたんだけど、やっぱり来てくれましたね、ありがとうございます。はい、そして続きましてバランを見ていきましょう。センターバック92の選手、バランはね、私ずっとスタメンで使ってて、でもノーマルバランなので、今回 FP もし来てくれたら絶対使いたいですね。ディフェンスセンス94、ボール出し90、アグレッシブネス87、フライパス85、パス上手いしね、体ごついし、スピシュも速いし、なのでめちゃめちゃ使いやすいというか、めっちゃ強いですバラン。ヘッダーバックスピンロール、マンマーク、インターセプト、アクロバティック、クリア、闘争心、今週 A だからね、絶対スタメンに入れようと思ってます。スキルも結構豊富でいいですね、ありがとうございます。後半が5なんだね、そこはちょっと低めと。頻度も1、精度も2、そこちょっと低いんだ、今知ったそうなんだね、コンワンも5っていうの今知った。あ、でも身長 191cm、 素晴らしい。バランも狙っていきたいです。あとはこのサラ、いや来てほしいな。もうね、サラは正直ちょっとハンカー買っちゃうかもしれないんですけど、何人か来てくれてるので、もうね、なんて言うんだろうな、いらないって言ってしまえばいらないんだろうけど、でもやっぱりサラーは欲しい何人来てくれても欲しいです。スピッシュン93、96ということで、めっちゃ速いし、ドリブルも上手いっていうか、もうかっこいいなマジで。日曜日だっけ、日曜日にトッテナムとリバプールの試合があるので、その試合にはぜひ出てほしいですね。あと南野選手もリバプール出てくれたら激アツですよね。サラーとの共闘、いやー素晴らしい、ぜひ見たいものですが、決定力90、ドリブル89、ボールキープ91、スタミナはそこまで高くはないのか。ボディコントロール91、いやスキルもね、細かいスキルはたくさん持ってらっしゃいますね。あとは PK キッカーとかも持ってるし、ミドルシュートとかも持ってるね。ドリブルに長けたスキルも持ってらっしゃると、ありがとうございます。左足、サラ左足来てくれよ。あとはインモービル選手ですね。インモービル選手も来てくれました、ありがとうございます。この方初 FP ということで、めちゃめちゃ熱いですよね。オフェンセンス93、決定力92、インモービル選手持ってるんですけど、めっちゃ強い。スピッシュン86、83、キック力91、ボディコントロール86、スタミナ87、無回転シュート、ライジングシュート、アクロバティックシュート、ワンタッチシュート。スキルを見ても分かるようにシュートがめちゃめちゃ強いので、ぜひインモービル選手来てほしいです、よろしくお願いします。後半6なんだね。あとはジェズス選手、この方結構ツイッターでみんな来てくれってみんな言ってる気がする、強いってみんな言ってる気がするんですけど、この方も初 FP、 クラブセレクションで1回来たことがあるんですが、頻度2、コンアン6、精度3、スピシュン早いですね、87、90、ドリブル87、ボールキープ83、ドリブル前ですね、決定力も90ということで、いやー CF の選手が今回めちゃめちゃいますなCF の選手めっちゃいるな。
誰が来てくれても嬉しいんだけどね。スキルはちょっと少なめかな。 PK キッカー持ってる、エッジターン持ってる、アクロバティックシュート、ワンタッチシュートも持ってるけど、今回スキルはあんまりないと。スタミナ86。ジェズス選手もぜひ来てほしいです。あとはまあ金が2人、金の選手が2人いるということで、いやどうかな、ロナウド、バラン、サラー、あとはインモビでジェズス来てほしいですね。ゴールキーパーは今回私はいいかなって感じです。このね、アンリーハンドロ・ゴメス選手の ST89、 ジェームズ・マティソン選手86、まあでも結構みんな84からしかいないから、今回みんな強いんだろうね、当たったら絶対。ということで、ちょっと話が長くなってしまいましたが、今回引いていこうと思います。では1連目、3回しか引けないのが悲しいけど、いきます。一斉のでドン。さあイタリア来い。サラーじゃないこれ。イングランド違う。ん、9番、これもしかして。きた、ナイス、ジェズス。いや、ありがとうございます。最高、ありがとうございます。いや、初 FP ジェズス来てくれましたね。嬉しいな、嬉しいな、ありがとうございます。ちょっとね、今回強い選手当たったらレベマにしていきたいなと思ってるんだけど、どうだろう、この人レベル36まで上がるから、レベマにしたら絶対めっちゃ上がるよね、22歳。いや、ぜひレベマにしたいですね。ちょっと頑張ってみようかなと思います。オフェンス93、ボールコントロール86、ドリブル87、決定力80。まあさっき見た通りですが、いや、めちゃめちゃ強いですね、ジェズス選手、ありがとうございます。ということで2連目引いていこうと思います。いきます。一斉のでドン。さあかぶらないでくれよ、イングランド。もう一回来てくれ。イタリア、ロナウド、ロナウド、ロナウド、左足、うん、ロナウドではないと。これ誰だ、4番。うん、ドメニコ・クリシート選手、左サイドバックの方来てくれました、ありがとうございます。うわ、イタリア2人いるのか。ちょっとイングランドも2人いるし、イタリアも2人いるし、ちょっとあれだね、ややこしいというか、クーって感じだね。スタミナ90、金の精度23、コンワン7、まあ左サイドバック85か、今週 A ということで、まあまあ左サイドバックんどうかな、ディフェンスあんまり潤ってないから来てくれたのは嬉しいですね、ありがとうございます。ではラスト行きたいと思います。ロナウドかサラー来てほしいな。行きます。一斉のでドン。頼む、かぶらないでくれ、イタリアかイングランド。イタリア、ロナウド来てくれ、ロナウド。マジか、マジかいやー、動画的に面白い展開狙ってないんだけどな。フラグ回収、悪い意味でフラグを回収してしまった。くー、そうか、ドミニク・クリスイート選手が被りましたね。いやー、悔しい。ロナウドもサランは来てくれなかった、まあ、ジェズス来てくれたとはいえ、ちょっと前回、今回、今回前回結構前からレジェンドガチャめっちゃ回してるんですけど、その時から運が悪くて、ちょっと今年やばいんじゃないかって思ってるんですけど、はい、ということで今回のガチャはここまでにしたいと思います。ジズスをレベマにしてくるので、そこまでカットでお願いします。はい、ということでジェズスレベマになりました。レベル36まで行きましたね。総合値98、オフェンセンス99、もう99まで行きました。決定力が96ということで、ここがめちゃめちゃ上がったのがやばい。あとスピシュン93、95ということで、全体的にめっちゃ上がりましたね。いやー、ジェズス早く使いたいな。キック力90、ジャンプ88、ボディコントロール98、絶対今週のスカットに入れます。ていうか明日の動画、ジェズス使ってみた動画載せると思うので、そちらもよろしければご視聴ください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。夏芝でした。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。みんなどの選手が当たったか、よかったらコメントで教えてください。それではまたね。